キルと岩尾が愛犬つくし君と愛席ため、まったりとした雰囲気に千鳥は、明日1月21日火曜日放送の愛席食堂 ABC テレビで、フットボールアワー岩尾が愛犬のトイプードルつくし君と共に、静岡県伊東市の伊豆高原で愛席旅を繰り広げる。愛犬家の聖地とも呼ばれる伊豆高原は、ペットと一緒に楽しめると話題の人気スポット。岩尾は家族であり、彼女であり、友人でもあるというつくし君を乗せて、マイカーで現れると、つくし君と一緒に犬連れの家族たちと相席し、伊豆シャボテン動物公園で動物たちとの触れ合いを楽しむ。しかし、芸人のロケとは思えないまったりとした雰囲気に、スタジオの千鳥からは、お笑いのスイッチ切ってるな、ロブ、若手芸人に次ぐ、犬は飼うな、介護といった怒りの声が、その後、ペットと一緒に行けるレストランやエステを巡る岩尾に、対して、介護はついに堪忍袋の糸口が切れ、とある行動に出る。これが、引き金となった、まさかの収録中断の顛末とは、恒例の千鳥の野球チームを作ろう。企画では、見取り図が街で女子マネージャーをスカウトしていく。すると、エステティシャンやヨガインストラクターなど、マネージャーとしての資質を備えた美女が続々登場。千鳥が激しい争奪戦を繰り広げる。愛席食堂。ABC テレビ2020年1月21日、火曜日23時17分24時17分。出演者。千鳥。旅人。フットボールアワー岩尾。ゲスト、見取り図。あらない。